ありがとう。YouTube ありがとう。お疲れありがとうございます。お疲れ様ありがとう。お疲れ様ありがとう。ゆみとくまちゃんありがとうございます。ありがとう。最高、こちらこそありがとう。お寿司かかさんありがとう。劇場には行けなかったので、ありがとうで最初から見れなかったからアーカイブで最初から見ます。アーカイブありがとうございます。もう公演の前お会いできました。めっちゃ嬉しかった。すごい遠くからありがとう。あのさ、あのスケッチブックにピンクの文字でポポ貼って書いてくださったことがある。すごっ。めっちゃ熱かった。虫のかと思った。普通に死ぬこと。配信ありがとう。見てくれて流れ星ありがとうございます。ありがとうございます。流れ星を見てくれて。おいすぎハートありがとうございます。セットリストねえ、ありがとう。みんなが盛り上がってくれてこちらも嬉しいかと。そうだよ。あのあ待ってたわ。スクショしよう。お疲れたわ。分からない。なんか結婚指輪持ったピンクの、初めて見た。結婚商品だ。え、そういうこと。おつたまで。おつたま、おつたまありがとう。ピンクのくまちゃんの指輪持ってた。知人センターでしたから。ありがとう。ありがとう。当時王子の設定ありがとう。ありがとうございます。お部屋したとは心配です。ありがとう。ジューンブライドクマちゃん、フェスを作る。ありがとう。ちょっとまた書きますね。書くので、あの明日かな。書きます。ありがとう。ありがとうタワー。おとタワー。ジューンブライドクマちゃん。ありがとう。嬉しい。ありがとう。ステージから見て右のテントのサラダ見えない。サラダさん、この間間違えた。いくつ間違えたのあれ。なんかさ、笑ってたじゃん、ボバちゃん。うん、タイミングめっちゃ見計らってたから笑った。どういうことか。なんかさ、間違えちゃったのかと思って。すごいじゃんだ。え、もしかしてピンクの文字でここ貼って書いてくれてた。ピンク赤。マジで、あの暑いのと湿気でやられて息が続かなすぎて、名古屋ガールズフェスティバルみたいな。結婚してお二人です。セレブセレモニー行けない公演の前に。ありがとう。永田さんに会いました。行けないので、リハを見てました。やばいね、またやりたいけど、あの湿気が辛すぎました。名古屋ってすごい暑いね。もう暑すぎた普通に。でもね、12期でだけでやるの初めてだったし、うん、めちゃめちゃタイトなスケジュールだったんですけど、うん、実は売り切れたのでよかったです。うん、お仕事お疲れ様。なんだっけ、君に胸キュンさんの七瀬優香さんが可愛すぎて推しメンになった。会えないかなと思ったけど会えなかった。いや、すごい応援です。結婚して、のお二人です。
頑張ってね、ありがとう。明日も待ってるわ。うちは見ましたよ、もちろん。めっちゃさ、思ってる前にいてさ、びっくりした。ありがとう。お友達と来てたのかな。みんなで分けました。あ、嬉しい。配信ありがとう。15分経ったら教えてください。ん、鼻直しのこと言ったんだ。なるほど。ありがとうございます。精神してありがとう。風邪ね、もう今年の風邪は引き切った年にしたいけど。そうですね。おいしい。ありがとう。この方から頑張って。ありがとう。元気ですよ。なんか全部緊張したかも。うーん、なんかやっぱリハって大事。リハは大事です。ドリンク代のみゾーンから見てよ、うん、ありがとう。天井いいね。でもそれさ、後から見返してさ、うん、髪の毛とか出てきてたらさ、怖くない？見返さないからいいもん、ね、あ、誰か合成して送っといて。最悪。絶対誰かいるって。絶対誰かいる。うん、誰？メナの足が見えた。今日めっちゃ調子良くない？よくないよ。ハートありがとうございます。明日見た。うん、そうだよね。そうだ。え、てかもしかしたら虹かかってたんじゃない説。マジ？わかんない、勝手に。虹ギフトで思い出した。虹かかってたんじゃないか説っていう。太陽はあんま出てなかった気がする。なんかビューティー。ビューティーフォーで見たら、うん、おー曇りってなった。ささみ揚げ、こんにちは。本当ありがとうございます。うん、優勝でした。ありがとう。なごこみですね。疲れた。こんにちは。でもマジで盛り上がってくれて嬉しかったね。やばくなかった。だってなんかもう曲のイントロ、全曲イントロ、うわーみたいな。でもさ、もう分かんなかった。嬉しすぎた。マジもうなんか全部、うわーみたいな。うん、分かんなかった。嬉しかったね。ストリー。ゴナジャン、そう、ゴナジャンさ、アンダー20の公演の時に、めっちゃやりたいと思ったの。え、分かる。ね、めっちゃ嬉しかった。ゴナジャンあるやんけ。でも同じのはマジで床が滑りそうで足が行かなかった。あっちまで。
なんかさ、もうほぼさ知らない人たちだと思ってて、うん、だから緊張したんだけど、意外とね、クマパフェパワーエンディングで分かった。クマちゃんパフェパワーありがとう。すごいね、お伝わすぎ。もうやっぱ詩人センターお伝わすぎ。さすがに、さすがにお伝わすぎる。今日来てくれてありがとうね。今日早起きじゃなかったかな。オーバーありがとうございます。ありがとう。ちょっとまた書きます。お疲れ様でしたよ。ありがとう。嬉しい。でもね、ココハの画面から綺麗にタワーかぶっちゃってる2つ。嬉しい、クマちゃんパフェタワー。そういうの一回あれだよ、上からピュッてやって停止するといいよ。ねえ、そうすると整列されるタワーが。これはどう？あ、分かった。ですから雨が出てあそこ、ね、うん、めっちゃ前だったよね。こんにちは。ありがとう、食べてくれた。くまちゃん、なんか言われた、それ前髪が、なんかよく言われる前髪が生きてるって。なんか前髪死んでた、普通に。そう、なんか前髪生きるんだよね。なんか汗生きてたんだけど、最近死ぬようになった。代謝良くなったんじゃない？ありがとう。見つけたよ、ありがとう。二度目ありがとうございます。なんか汗、そうか、あんまさ、なんか書くけど、うん、なんか額に書かないのかな、わかんないけど。人より書かないんだと思う。なんかよく衣装さんとかにも言われる。ここは自分でも汗だらだらのつもりなのに、うん、汗かいてないねってよく言われる。言われるよね。びっくりする。言われる。飲んでみたら本当に汗もかいてる。今日もかいて、ありがとう。めっちゃ前に行って嬉しかった。ね、デニムの衣装。ねえ、待って、なんでみんなそこでタワーくれるの？だから、詩人のおつたわ。詩人のおつたわ。なんかしかも可愛いやつだし、何持ってんの？これなんか猫さん。え、ほんとだ、ね、可愛くない？これピンク、ピンクで揃えてきてるんじゃない？ブーケに入った猫ちゃん、猫さん、バラ猫ちゃん。うん、タワーありがとうございます。なんでみんなそんなにタワーくれるの？ありがとう。だ、頑張ったからだよ。頑張るのは普通だよ。チミが頑張ったからだよ。ありがとう。こんにちは。確かに、みんなかぶせないで。違う種類。ありがとう、くまちゃんパフェタワー。待って、なんでそんなにタワーくれるの？なんでそんなにタワーくれるの？しかもさ、これダブルタワーのやつでしょ。これすごっ、結婚クマちゃんタワー。すごっ。なんでそんなにタワーくれるの？ありがとう。なんかさ、でもさ、タワー4つくれたさ、4分の3の方がさ、あの一緒の連番で見てくれてた。今日作戦会議したのあそこで。すごっ、ありがとう。だ、良すぎたんだよ。良すぎたの、ちょっと。いやいや、こちらこそなんか、ありがとうです。あ、うちは、うちはギャラなんだ。一緒にいるんだ。なるほどね。みんなとありがとう。楽しかったの、こちらこそ。出た。出ました。あ、お酒飲んでるの？大丈夫？なんか、酔いが覚めて後悔しない。ありがとう。ありがとう。優しい。危険だよね。ありがとうございます。13位みゆさん、12位ハンバーガー、11位ウパルパ、10位猫ちゃん、9位男の子、8位ハニワ、7位
メイドちゃん、ロウニ恐竜、オイサータン、ヨイサータン、サイ魔法使い、結婚して、結婚して、2、猫、1、バツ丸、ありがとうございます。横綱。ありがとうございます。見つけたよ。見つけました。ありがとうございました。タワーもなんかたくさんいただいちゃって、すいません。ありがとうございます。タワー、ありがとうございました。みんなあげて。バイバイ。練習してきまーす。終わりたいと思います。今日はありがとうございました。暑い中皆さん、練習してきまーす。ゆっくり休んでください。ありがとうございました。すごい、締めが素晴らしい。ありがとうございました。練習してきまーす。バイバイ。バイバイ。また明日です。